春日としおひなお子は、日本の旧皇族。官員の宮春に王元妃、一条見輝き皇爵霊場。母は、細川森久皇爵霊場。春日としおひなお子、1925年に、官員の宮春に王と成婚。1947年に、皇籍離脱、官員なお子となる。1957年3月、小田原市城山の自定内に、 学校法人小田原女子短期大学を開いて、名誉学長に就任。1956年に婚家を出て、離婚を求めたが夫が応じず、1966年1月に離婚し、一条直子に名を戻す。この時直子は春にようが、同性愛者で彼女を帰り見ず、軍隊時代の当番兵だった男性との常時に溺れていたと証言し、スキャンダルとなった。離婚後は、 短大設立時に知り合った10歳下の高橋、直民と再婚した。その後、千葉に住み、友人の会社の社長をしたり、趣味の日本画や短歌に没頭したり優雅な生活を楽しみ、1975年頃にいろいろ言われましたが、私は十分考えた上での決心でした。会員を離れて、もう17年になりますが、その間ただの一度も戻りたいと思ったことはなく、 今の生活は何者にも変えがたい幸せですと、発言している。昭和の皇室を揺るがせた女性たち、川原敏明、講談社2007、P114、元官員の宮夫妻の複雑な離婚、官員、直子、川原敏明、天皇家の50年、P266、国文学者名簿相談教育出版センター、出版部、百七十六。 P503 河原敏明天皇下の50年 P267 漢方第4168号序任及び事例1926年7月15日 P393 漢方第2 8 6 5号序任及び事例1936年7月15日 P427 漢方第4438号付 事例2941年10月23日、ありがとうございます。